はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、なるはやを書いていきたいと思います。プロロックのキャラの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。ほっぺをプニッとさせて、で輪郭くるくるくる書いて、で耳、で目は上のラインをまず書いて、端をちょっと通らせます。ここにちょっと濃い三角を作る感じです。で、瞳をくるくるくるっと描いて、ハイライトちまっと開けて、くるくるくる。で、下のラインは上のラインにつなげていきます。で、黒い瞳の丸を描いて、チュッチュッと。で、上黒くしていきます。で、二重のラインを描いて、眉毛をすごく短めでちょっとグイーンと上に上げていきます。で、反対側の目も上のラインを描いて、で、端をちょっと上げて、ここ濃いめにします。で、瞳をくるくるくるっと描いて、ハイライト値もまたくるくるくるっと書いて、で、下のラインは上につなげていきます。で、黒い瞳の丸を書いて、で、チュッチュッと。で、上黒くしていきます。で、二重のラインを書いて、で、また眉毛、ちょっとこっちはほとんど見えなくなっちゃうんですけど、で、口をで、前髪をこの右目の上から上がったところぐらいからこっちに流していきます。ちょっとこれも眉毛邪魔なのでしますね。で、毛先を蓋分かれさせて、で、今度こっちに描いて逆向き、ちょっと。で、耳横の毛を描いていきます。もうちょっと消します。で、反対側もチュッチュッと落として、で、耳をこれして、で、この右目からスーッと上に上がったところぐらいからグイーンと毛束を出して、今度逆向きで、ちっちゃめ逆で、ここからちょっとスーッと落としていって、ギザギザで、ちょっと大きめの毛束で逆向きで、ちっちゃめ、大きめ、ちっちゃめ、大きめと。で、今度こっちはまた大きめの毛束出して、で、ちっちゃめで逆向き、スーッと落としてはめで、ちっちゃめ、ちょっと大きめで、ちょっと毛の流れを描いておきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。